さあ今日は7月7日七夕です。たくさんの願い事書きます。はい、というわけでですね、私もたくさん願い事を書きましたので、紹介したいと思います。ちょっとふざけられませんから、まず一つ目は R1 グランプリ満足のいく結果出せますように、優勝したい。そして、体力がつきますように。全く体力がないので体力をつけたい。そして家族が健康でありますように。これはやっぱり大事ですね。そして、いいネタ書けますように。これは叶ってほしいな。お笑いライブ人がいっぱい来ますようにお願いします。夏バテしませんように。これは最近のね、願い事ですね。お酒飲んだ後次の日の朝お尻が切れてませんようにお願いします。たまに切れますのでお願いします。競馬当たりますように。今週は七夕賞がありますね、ちょうど。はい、お笑いライブ成功しますように。どうかお笑いライブ成功してください。お笑いのライブもう全部成功してください。お願いします。お金持ちになれますように。もう全般含めてもうお金持ちなりたい。健康でいられますように、まあ、これが一番大事ですけどね。本当は本来であれば健康で、健康第一。長生きできますように、まあ、これに続いての長生き、そしてお盆野球勝てますように。これはもうスポーツですね。まあ柳町、僕の所属している柳町はですね、最近優勝できてないのでちょっと勝ちたいなと思います。YouTube チャンネル登録者増えますように、30人のなかなか増えません。増やしたいです。最後の夏、弟が活躍できますように。甲子園、夏の大会がいよいよ始まります。弟頑張れ。秋田を笑いの都にできますように、これはね最近というかもう何年後かでもいいので、どうかこれ実現したいなと思います。賞味に貢献できますように。これは僕の所属している、芸能事務所です。しっかり睡眠できますように、やっぱり夜しっかり寝て朝しっかり起きたいっていうのはありますね。はい、いい YouTube 作れますように。これね、頭に YouTube 頼む。最後、幸せでありますように。というわけでたくさんの願い事を書きましたけれども、やっぱり願い事ってね、こんだけ あってもちょっと贅沢しすぎかなと思いますので、その中から一つ選びたいと思います。これだけはっていうものをですね、シャッフルしながら一つ決めたいと思います。これだけは叶うというもの、どれにしようかな。頼む、いいの来てくれ。じゃ、これだ、お願いします。いきますよ、これ。 R1 グランプリ満足の行く結果出せますように。おお、 R1 優勝するかもしれない。